橋へと向かう列車で、華やいだ街で君への贈り物探す探すつもりさ。どうも、かっこいいギタリストの竹下敦です。編曲家のね、竹部聡さんがピアノを弾きながら、橋本愛さんというね、女優さんだと思うんですけど、あの一発撮りで歌う、木綿のハンカチーフ、太田裕美さんのね、木綿のハンカチーフが結構ね、人気なんですよ。で、私ね、この新しく手話の SP55 購入いたしまして、これも奇跡的にね、あるところにあるんですね。どこにもないと思ってたんですが、もうお願いにお願いをしたらですね、出てきましたこれ、ね、欲しいと思うね、すごい気持ちが相手に伝わればね、ちゃんと楽器屋さん在庫出してくれるもんです。ありがとうございます。もう本当に本当にありがとうございます。で、先日ね、もう一本使ってるマイクがこちらの、よいしょ、よっ、こうか、シュアさんのね、SM58 なんですが、これで一発撮りしました。で、両方をね、比べて、一発撮りで2つ比べてみたんですけど、簡単に結論から言いますと、シュアの58の方が簡単です。すごくね、音場がこういう風な感じで包み込む感じで、どこで歌ってもね、割とね、変化がないんです。すごく使いやすいいいマイクだと思います。で、こちらのね、SP55 ですが、先輩である、リッチー氏に、どれぐらいの距離でマイク歌ってますかって言ったら、握り拳一つ分をこのように離して、この距離で歌うとちょうどよくなるよとおっしゃられた後に、ただね、声量があるボーカル、例えばタケちゃんとかだと、もっと30センチとか50センチとか離してバッて歌った方がいい結果になるんじゃないかなって、アドバイスを受けまして、実際やってみました。それがこれ、リプレイなんですけど。ひだばちで君への贈り物探す探すつもりだ、いいえあなた。これね、手話の55で、一発で撮ったんですけど、今ね、もう波形がね、画面上で見られるんです。で、ウェーブなんでね、こういう風になったものが両方、広域側と低域側に、グラフで分布されるんですね。これ上としてはこういう風になったとしたら、広域成分が多いとこういう波になるわけです。こういう波に。で、私の場合どうしてもね、広域が出がちなんです。喉を絞っちゃうとよくありがちなんですけど、あーみたいな声になっちゃう場合あるでしょ。ああいうのはね、広域成分が多いんですよ。で、フラットに「いいえあなた」って歌うには、上と下のバランスをね、こう上と下のバランスを同じような波をこう作るんです。だからグラフを見ながら「恋人よ僕は旅立つ」っていうのをね、グラフを見ながら歌うと、もうそのまま波形が見られるんで、自分の声をこうコントロールして、この辺の感じかなっていう、ことをね、目視しながら歌えるんで、非常にね、便利なんです。なので、低域からね、広域まで、
私がドレミファソラシドドレマ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 ソラシドって約6オクターブぐらい出るんですけど、一般的なあのボーカリストの方でね、大体有名な方で歌がうまいって言われてる方は大体5オクターブぐらいなんです。で私それ以上出るんですが、じゃそれがね、あの偉いかっていうと、あのただ音として出ているだけで、あまり私の声自体にはね魅力がないんです。例えばフレディ・マーキュリーさんの音域ね、一般的には出ないんですけど、私は歌うことはできます。ただフレディ・マーキュリーさんの何が一番すごいって言ったら、マイクパフォーマンスですよね。あのシアの55をね導入して、すごくねマイクの特性としてフラットなんです。音の波がつかみやすい。でもね、下手くそなのは、私歌下手くそなんですけど、下手くそなのがよくね波形に出るんですよ、グラフィカルに。だからね、修正がしやすいんです、うん、非常にいいマイクですね。今日ね、音楽評論家の、ケン中島さんが、スタジオにいらしてくださって、まあ、いろいろ音楽談義したんですが、やっぱり想像していたのとちょっとマイクの特性は違いました。もっとこう、声域をズバッと切っちゃうのかと思いましたけど、っていうね、いいえ、あなた、私は、の、もうね、音として入っちゃうんですよ。だから、切って瞬間に弾くんですけど、それでもやっぱり入っちゃうんで、まあ、相当に難しいマイクだなと。ただ、うまく使いこなせれば、本当に、もう鉄の塊ですから、まあ、私結構声量自体は大きいんですね。それでもね、このやっぱ鉄の塊は負けないですよ。これ素晴らしいマイクですね、やっぱり。私は欲しいものはないのよってね、私は欲しいものはないのよ、ただ都会の絵の具に染まらないで帰ってっていうのはね、簡単そうでいて、やっぱりね、音程をキープするだけで難しいです。橋本愛さんよく歌い切ったと思います。やっぱりね、私が尊敬する竹脇聡さんのピアノがね、やっぱりうまくこうその音程に導くんですよ。竹脇さんのピアノっていうのは本当に美しいし、編曲もね、まあ、編曲家ですから本当に素晴らしいと思います。竹脇さんご覧になっていたら、もう本当に尊敬してます。私もね、音楽家の一人として、竹部さんのような素晴らしい編曲がねできればいいなと思います。ただまあ自分なりのね、竹部さんも無視かまつさんのね、バックバンドなんかでピアノを弾いたり、さまざまな活動をされて今の竹部さんがいらっしゃるわけで、私もね、さまざまなフィールドで、活動してね、自分の、肥やしにして、どんどん、日々成長してまいりたいと思います。音楽家の竹下敦史でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。